滞在人 Shido. Yeah, Clive Rosfield. ようやくお目にかかる。随分探したぜ。彼女を話せ。俺はお前に会いたい一心でこうやって宴を催したんだ。楽しんでいただけてるかな？貴様。先代のシドにはあいにく会えなかったからな。代わりに。 まずいことになっちまった。お前の出番だぞ、ガブ。おい、こっちだ。 首を落とす。よし、奴を連れてこい。あの女、見せしめにするんだってよ。怖い怖い、滞在人に関わるからだ。 クプカ様がお呼びだ。 お前の目の前で女を処刑するとさ。いい女だってのに。ガム。クリスタルのカセットはひでえことしやがる。待ってろ、すぐに外してやるから。 ジロは中庭だ。クソ。ジロを助ける。お前が捕まってる間にザンブレク兵どもは撤退。城内はフーゴの紙幣だらけだ。問題ない。俺はそこの通風口から裏に回る。お前も急げよ。おっと。 落とし物だ。待ってろ、ジル。今行く。処刑などさせるか。
Jill, 無事でいてくれ。どうするつもりだ、クライブ。これじゃ迂闊に突っ込めねえぞ。まさか何の余興もないまま宴の第二幕を終えようってのか、貴様。さて第三幕はどういう出し物かな。せいぜい楽しませてくれ。大丈夫か。ええ、なんとかね。耐えてくれ。ここを切り抜ける。やるぞトルガル。トルガルにこんな力があったなんて。話は後だ。二人ともやるぞ。トルガルもいけるな。
片付いたか。これで終わるとは思えねえ。フーゴはロザリス城の中だ。クライブ、お前はこのまま奴を追え。クライブ、行って、ここは私たちで引き受ける。わかった。みんな気をつけろよ。遅かったじゃないか。不作法な接待を受けてな。それはそれは。しかし虚しいもんだな、クライブ・ロズフィールド。歴史に名高いあのロザリア公国が、国を滑る王もなく、兵もなく、民もなく、今や何もない空っぽの国だ。もはや玉座さえも必要ない。なぜ俺を狙う？目的は一体何だ？無論シドの首だ。だが知らせによれば、奴はとっくの昔にくたばったそうじゃないか。ならばその代わりに、シドの名を継ぐお前の首をもらうしかなかろう。あの野郎はベネディクトの首を落とし、俺に送りつけてきた。彼女を慰み者にした罪を、死をもって償ってもらうぞ。貴様は何か勘違いをしているようだ。シドは彼女を救おうとしていた。なぜそんな真似をする必要がある？ベネディクトを撃ったのは俺だ。恨むんなら俺を恨むんだな。お前が彼女を？彼女を殺したというのか？ああ、そうだ。こいつは何たる凶行だ。殺し損ねた仇を、そいつを討ち取る機会がここに来て巡ってくるとは。そうか、お前だったか。お前がベネディクタを殺したのか。彼女は、ベネディクタは言った。俺を世界の王にすると。ベネディクタは俺の傍らに立ち、二人で理想郷を作るはずだったんだ。それなのにお前はその夢を台無しにしやがった。クライブ・ロズフィールド、宴はしまいだ。今からお前を俺がこの手でめちゃくちゃにぶち殺してやる。黙れ。貴様に殺された人々はそれぞれに夢を抱いていた。夢を踏みにじられたのが自分だけだと思っているのか。
様に同情の余地はない。フーゴ・クプカ、俺は許しはしない。死んで償え。在地のあるところは俺の舞台だ。世界は俺を選ぶようだな。皆さんぞ。ここは俺の舞台と言ったはずだ。
やれやれ、頭を冷やしたらどうです？まだ。またの機会にミュートス。片付いたか？ええ。どうなってる？なんだってウォールードの奴らが。しかしお前にこんな力があったとはな。とにかく助かったぜトルガル。ほんといつか喋りそうだ。ガブ、早くクライブを。ああ、分かってる。こいつらは？クライブ、無事か？すまない、あと一歩のところでフーゴを取り逃がした。生きてりゃまた機会はあるさ。ウォールード兵はいつここに？お前が城に入ってすぐだ。奴の私兵どもが引き始めると同時にこいつらが攻め込んできた。それも少人数でな。フーゴは何者かに連れ去られた。じゃあまさかウォールード兵はそのために？ああ、ダメだ。今考えても何も分かりゃしねえ。奴らがどこに向かったのかもさっぱりだ。これからどうする？一旦戻るとしよう。お前だってさすがに限界だろ。それにジルを休ませないと。フーゴの行方を探るのはそれからだ。賛成、それがいい。トルガルの力についても調べたいしな。ジル、疲れは？歩けるか？かなり消耗してるわね。体を動かすのが辛いくらいでしょう。ドレイクブレスでの傷も癒えてないってのに。ジル、ちゃんと休んで。医者としてのお願いよ。わかったわ、タルヤ。
彼女のことはタルヤに任せておこう。みんな戻ってこれたし、よしとしたいところだが、気がかりはフーゴ・クプカの行方か。ロザリス城に現れたウォールード兵のこともな。まったく、わからないことだらけだ。これからオットーのところへ行って、やつらの動向を探ってくる。俺は語り部と話してくるよ。ハルポクラテスに？トルガルのことを調べたくてな。なんともないような様子だったけど、あんな力を使った後だ。あいつの体に影響がないか心配だろ。語り部なら何か知ってるかもしれないと思ってさ。そうだな、ありがとうガウ。そっちは頼んだぜ。じゃあまた後で。ジル、少し休んでてくれ。ええ、ありがとうクライブ。ロザリス城で貴族たちも殺されたって。やあ、君か。知りたいことは？人を知ることが勝利につながる。状況の把握を忘れないようにな。では、私も思考の時間に戻ろう。